自分たちで行う国づくり参政党の松田学です今回はですね、食料の問題についての質問収集書を取り上げたいと思います実は食料については何回も何回も質問収集書を出しています今回ご紹介するのはですね、我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問収集書ということですよね。要するに日本はちゃんと食料の供給大丈夫なのか いうことについて政府に問いただしてみました。実はこの同じ趣旨の質問収集はですね、あの昨年の臨時国会でも出してるんです。ところが政府の答弁が不十分になったんですね。と例えばですね、台湾海峡で有事が起こった戦争が起こったというふうになりますと、え日本とほとんどこの台湾周辺の海域から輸入してるんですね。それが途絶えてしまったら日本の食料大丈夫なのかという質問を実は昨年の臨時国会でしてるんです。えでもそんなシミュレーションなんかないと。 シミュレーションやってんのかと聞いたら、ないという答弁だったんですね。そこで。改めて、これを踏まえて、いくつかの質問を加えたというのが今回の質問収集書なんですね。まあ、あの政府はシーレーン、まあ、いわゆる、あの、まあ、落下海峡からずっと台湾の周辺までシーレーンって言うんですね。で、そこが、戦争なんかで断絶すると。 あるいは中国が台湾を抑えてしまって、まあ、中国が意地悪してですね、そこを封鎖してしまうというようなことで、外国からの輸入品が一切入らなくなった、ああそういう事態を想定したシミュレーションを行っていないというふうに、えー、昨年、答弁しました。しかし、世界的な戦争、ウクライナ戦争とかですね、あるいは災害も頻発しています。まあ、食料危機なんかも言われてますね、あるいはパンデミックといって感染症、まあ、コロナみたいなですね、そういうのが発生した場合にですね、 各国が日本は輸入にもうほとんど輸入に頼ってますね食料はですねカロリーベースでも40%切ってる時給はですねと言われてますねそういう状態で各国ともですねこの自分の国の食料を確保するということに走ってた場合日本に輸出しなくなるという可能性だってあるわけです。 でそういうときのことを考えると、えー、その場合に実際どれぐらい日本は食料を加護できるのか、シミュレーションをやってるかと,ということで、まず、えー、一つは政府ははシシミュレーションを行っていないなな理由は何なのかとといいうことを聞いていました、えー、政府からの答弁はこうなんですね、ご指摘の台湾有事の意味するところが必ずしも明らかではないがと、まずまたここで言うんですね、みんな思ってるじゃないですか、台湾有事が起こったら大変なことになるって。 えー、農林水産省において不足の事態が生じた場合に食料の供給の確保が図られるよう穀物や大豆の輸入量の大幅な減少などさまざまな事態を想定したシミュレーションを行っているところでありだから一部はやってるということなんですね。でこのような考え方に基づいて必要な取り組みを行っていくまあ一部じゃなくて全部ですよね我々知りたいのはいろんな食べ物あるわけですからですからこれはまだまだ政府としてきちっと この有事対応についた準備ができていないのかなということを思わせる答弁だったですね。それから、えー、このさまざまな事態を想定したじゃあですね政府が言っているこのシミュレーションというのはじゃあ何なのか具体的な内容および分析の結果を示してほしいということを聞きました。えー、そしたらですねお尋ねについては農林水産省のホームページでうんぬんうんぬんと書いてありまして公表されているとおりであると。 わ、まあ、かりました、<laughs> じゃあホームページ見てみればいいんですねということなんですけども、しかしもうちょっと、われわれせっかく聞いてるんですから、これについて政府としての解釈とか示してほしかったですね、国民を安心させてほしいですね、それからこういうことも聞いていました、政府は米国、まあ、あの米とか穀物ですね、および小麦についてですね、令和4年度の備蓄量はそれぞれ100万トン程度、88万程度であると。 これは昨年の臨時国会で我々が提出した質問収集に対する答弁で書かれているんですね。そういうふうに答弁しているが、これらは、まあ、トン数で言われてもよくわかんない。やっぱりカロリーベースとしてどれぐらいの備蓄なのかということを明らかにしてほしいと。またこの備蓄で何人がどれぐらいの日数必要なカロリーを摂取できるのか、一番我々はそこを知りたいですね。 そして政府からの答弁です、それぞれ3兆キロカロリーおよび約2兆3000億キロカロリーに相当するところであると、ただ、必要なカロリーの意味するところが明らかでないためとまた言うんですねで、お尋ねの備蓄によって何人がどれぐらいの日数必要なカロリーを摂取できるかについてお答えすることは困難で、あの何かですね、よくありますよね、これってどうなのって聞いたらあ、こうこうこうですで分かりましただけど それをどういうふうに判断したらいいかをきちっと言ってもらわないと、あんまりこの当たり前のことをよく答えてるなというご経験されたこと多いと思うんですね。なんかそういう意味で、なんかですね。そして、やっぱりみんな、国民が知りたい備蓄でどれぐらいの人たちがどれぐらいこの大丈夫なのかっていうところはやっぱり答えてくれないという感じがしました。そしてさらにこういうふうに聞いてました。野村哲郎農林水産大臣の答弁があってですね、そこで 国内の緊急的な増産によりまして食料供給を確保できるように対応することが必要であるというふうに答弁しているんですね。このうちですね国内の緊急的な増産に関する具体的な方法及び緊急的増産によってカロリーベースで何日分の食料を何日間分確保できるのかとこれやっぱり我々知りたいことですね。そしてこういうお答えでした。例えばウラサクのサクツケ拡大 非食用の作物。これは餌、飼料用、餌とかそういう用途のものなんですね。そういったものの作付けを減少させて、食用の作物の生産への切り替えなどにより増産を行うようにしていますと。でまた、お尋ねの緊急的増産によってカロリーベースで何人分の食料を何日分確保というのはですね、増産する作物の種類やその必要量は 生じた不足の事態における個別具体的な状況により異なることから一般に起こって一概にお答えすることはこうなんで、まあ、そうかもしれませんけれども、やっぱり何かの目安を国民は知りたいわけですよ。でも何かの目安を示してくれと我々は聞いてるわけですから、例えばこういうふうな家庭を置いて計算した場合はとかですね、そういうことをちゃんと国民に分かりやすく示すというのも、国民には安全、安心、安心を与えるのも政府の重要な役割だと思うんですが、 今回の質問収集に対する政府の答弁もそこに至っていませんでししたたた不合格だっとということでですに公開されているこのシリーズの中で,です、ねえー、もっとあの具体的な答弁を引き出せるようにやってほしいというコメントをいろいろ頂い,いてますけれども、まあ、実際にどうやったらもっと踏み込んだ答弁が出るのかそれぞれの質問の中身によって違うんですものなんで、えー、我々党で一生懸命知恵を絞って、えー、頑張っているところです。